さん、コンスミレ、吸血鬼の三色すみれです。今回は信長に雲と呼ばれた男、丹羽長秀についてお話しします。長秀は1535年に尾張柴家の家臣丹羽長政の次男として生まれました。柴家は守護大名として尾張を支配していましたが、この時代には勢力が衰退しており、丹羽家も柴家から織田壇上の中継へくら替えしています。長秀も1550年頃には信長に仕えたようです。長秀は信長と年齢が近く、とても気に入られていたようで、信長の長の字をもらったり、信長の兄である織田信広の娘を正室としました。この時信長は兄の娘を自分の養女とした後に長秀と結婚させていますので、信長からの信頼の高さが伺えますよね。このように信頼されていた長秀は、信長の尾張統一戦で初陣を飾ることになります。1552年に信長は織田家の家督を相続していますが、弟である織田信雄や織田大和の神家、織田伊勢の神家などと敵対しており、長秀も信長に従って各地を転戦しました。戦ではあまり活躍していなかったようですが、各地のお寺への所領安堵の書状や織田家家臣への書状に長秀の署名が入っており、主に内政面で活躍していたようです。信長は桶狭間の戦いで今川義元を討ち取ると、東を同盟者である徳川家康に任せて、自身は美濃の斎藤家に狙いを定めており、長秀は1565年頃に美濃の要衝である狩田城の城主佐藤忠義を寝返らせることに成功しました。また東美濃攻略の総大将にも抜擢されており、猿見城を攻略してさらなる手柄を挙げています。美濃攻めが完了すると、今度は足利義昭が信長を頼ってきたため、京都へ向けての上洛戦が開始されました。長秀はこの上洛戦にも参加しており、途中で妨害してきた六角家の三つ栗城をわずか1日で攻略するという手柄を挙げました。このように織田家は京都までその勢力を伸ばして、長秀も順調に手柄を挙げていましたが、1570年に織田家は窮地に陥る事態となります。信長は征夷大将軍となった義昭の上洛命令に従わない、武藤智正や朝倉義景を討伐するため越前へ出陣していました。朝倉側の城金ヶ崎城を攻略したのですが、なんと婚姻同盟を結んでいたはずの北近江の大名浅井長政が謀反をしたため、信長をはじめとした織田軍の将兵は命からがら撤退しています。この後も姉川の戦いなど数度にわたり、朝倉家浅井家と戦を繰り返しましたが、京都と本国のルートを死守する必要が出てきました。そこで近江周辺の城に柴田勝家や羽柴秀吉を配置して守りを固め、長秀も要衝の地である
沢山城を任されることになります。このお城は本当に重要な場所で、豊臣政権では御奉行の岸田三成が居城とし、徳川政権では徳川四天王の井伊直政が彦根城築城前に居城としており、軍事政治両面で畿内と東国を結ぶ重要な場所でした。そして1573年には朝倉家浅井家を滅ぼすことに成功しており、この時の功績で長秀は若狭一国8万石を与えられています。なんと織田家家臣団で初となる国持ち大名となったのです。その後も長篠の戦いや越前一向一揆の討伐で活躍していますが、柴田勝家、明智光秀、羽柴秀吉のように方面軍の司令官には任命されておらず、主に内政面で活躍しており、1576年から始まった安土城の不審では長秀は総奉行を務めました。またこの前後に織田家の家老である佐久間信盛が追放されると、柴田勝家が筆頭家老となり、その自責の地位が与えられて織田家の双璧と称されています。1581年の京都お馬揃えにおいては一番に入場する名誉を受けており、本当に信長から信頼されていますよね。主に内政面で活躍していた長秀でしたが、翌年の1582年には四国の長宗我部家討伐のため軍が再編されて、その副将に任命されました。軍勢の総大将は信長の三男織田信孝となりますが、実際は長秀が全軍をまとめる立場にいたようです。しかし同年6月に本能寺の変が起こると、長秀の運命もまた大きく変わることになります。信長王子の知らせを受けた秀吉が中国大返しによって戻ってくると、長秀は信孝と共に合流を果たし、山崎の戦いで明智光秀を倒したことで信長の敵を取ることに成功しており、以降信長の敵討ちの実質的な主役である秀吉に長秀は従うことになっていきます。1583年には秀吉と勝家との間で起こった賤ヶ岳の戦いでも秀吉側として参陣しており、秀吉不在の砦を守ることに成功しています。そして勝家が滅ぼされると、長秀は越前一国と加賀を加増されて、一気に123万石の大大名となりました。清須会議から一貫して秀吉に従ったことが評価されたのかもしれませんよね。このように大出世を果たした長秀でしたが、このわずか1年後病により51歳で生涯を終えることになったのです。以上で丹羽長秀についてのお話を終わります。長秀は信長から友であり兄弟であると言われるほど信頼されていた武将であり、その息子の長重も信長の娘を妻に迎えています。
親子2代で織田家から正室を迎えたのは丹羽家だけであり、その信頼の高さが伺えますよね。長秀が生きていた頃は秀吉も丹羽家を優遇していましたが、長秀の死後後を継いだ長重は秀吉からその勢力を削がれていき、最終的に加賀小松12万石の一大名に転落することになります。信長に信頼されていた長秀を秀吉は恐れていたのかもしれませんよね。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。またねー。